this on, don't do this. しって書いてあるんで、もう終わりの始まり感がプンプンするぜ。ということで、こちらなんとですね、ユニティでインディーズゲームとして表彰された作品 みたいなんですが、とりあえず初見です。完全に初見です。ストーリーとしては、司令官から命の灰を集めるという命令を受けた騎士たち。ポータルを通じて一人ずつ送り出されるその先は、危険と理不尽で満ちた阿鼻叫喚の世界。はい、ということでお分かりいただけるように死にゲーです。まあね、このなんかよくわかんない命の聖杯っていうのを略奪しに、みんなのね、数々の死体の上を歩いて踏んでいきたいと思います。頑張るぞ！おー！いきますね。どんな感じなんだろう。洞窟。いいな。こういうワールドマップいいですよね。無駄なくシンプルに。ほうほう。あ、タイムアタックもあるんだ。浮いとるやん。もう死んだ？死んだ今！死んでるじゃん！ちょ、どういうことって待って。どういうこと？ちょ、あ、こっち行くってこと？私何言ってるの？ああ！死体のおかげでジャンプできるようになったんだ。へえー、面白い。あ、セーブポイント？ナサにある牧師殿下の魂？うーん。じゃあこれめっちゃ死ぬしかないじゃん。あ、そういうこと？あ、そういうこと？予想外なんだけど、下手すぎる。カン。カット。という感じみたいです。って書いてある。重いしって何？さっきのは頭痛に効く聖杯をゲット。あ、無駄なくシンプルな死だったのか。これは？どこに落ちてくんの？あ、大丈夫なとこだ。これ何なの？あー。これ、ここで一人死んだ方がいいんじゃない？どうやって死んだらいいんだろう。あ、大丈夫だった。うえ、やばい！で、普通に。ほうほう。ここで一人死ぬべき？あ、そんなことない。え？これを落下させる。死にたい。あ、ここで死ねばいいんだ！そういうことね、わかったわかった。この、歯車が来たところで死ねばいいんだ。死にまーす！あー、大正解すぎてやばい。本当に？本当に？あ、重い石ってそういうことか。なんだこれ、初めてやる。理論は認める。めっちゃ惜しい。あ、あ、見なかった。ごめんごめん。モーニングスターっていうのをゲットした？不可能も可能に。ふふん。あ、なんかクリボー！あ、あれだ！九白の森ゾーとキッコロのキッコロだ。みんな死にたくないんだけどな。死ななきゃだよな。どうしたらいいんだろう。はいはい、うまいね。今世紀最高の YouTuber。 ここで死ぬとどうなる。別にそういうことじゃない。不可能可能に。ああ、キッコロ、キッコロを呼べばいいんじゃない？ここに。は？詰んだ。待って、ここに、茨があるのはなんでこの先に。一回死んでみよう。あ、別にそういうことではない。そういうこと、あ、めっちゃ面白いこれ。え？深い。待って、鳥肌立った。深い。チッキンになっちゃいました。自分がチッキンディナー食べたいのに、チッキンになりましたね。死は不可能を可能にする。救済！これこそ救済！待って、右上に目標犠牲者っていうのがある。縦に進め。タッチスクロールゲーム的な？どこ？ほほほ。え？ほほほ。なんだこれ。チーン。あ、これ壁キックだろ？あ、でもこれで安全なんじゃない？ほら、これで安全になるんだ。ちょっと待ってね。あれ？
結局この、え、積んだ。あ、オッケーオッケー。これで、ポン。え、ちょっと待って。え、ヤバゲ、ヤバゲある。あ、これで完璧な人柱ができた。めっちゃ面白い。なんだこれ、意味わかんない。え、これ壁キックじゃない。ちょっと待って。なんかあの、壁キックしたいと思ってる間にもう死んでる的な。あ、これ壁キックはないから、同じ側面にこう、行って上がっ、そんなことない。ねえ、なかなか上がれないんだけど。よし、天才か。え、これここで死ねばいいんじゃない？で、そこに張り付くんでしょ？勇猛な。はい、ここなくなり、もういっちょ。おお、うまい。あー、森蔵がいた。待って、あっちの森蔵攻略ルートに行きたい。キッコロか。恥知らずと呼ばれようが。なんか待って、ストーリー書いてある。ストーリー書いてある。あるところに偉大な王がいた。王は自分が死んでしまっては大変なことになると考え、命の聖杯を探し出し、死そのものを打ち負かすことに。王は世界中から騎士という騎士を召喚し、彼らに気高き、自分のために、大義のために、人を、人柱にする。焼き鳥のものだ。何これ。え、それってどうなるの？ここで死ぬ。よし。やったぜ。死んだ！ちょっと甘く見ていたぜ。これ、森蔵、キッコロに会いたいんだけど。無理系？どうしたらいいんだ？これ飛べる？これは、あの歯車の上にポイントして、えげつないな。彼が一番えげつない死に方した。待って、どういうことだ？あー、わかった。人の死骸をいっぱいここにピラミッドのごとく積み重ねて、その上でジャンプすれば階段になるんじゃない？言ってることわかる？そういうこと。いけいけ、死ね、死、そういうこと言っちゃいけない。あー、死にそびれた。え、これでさ、さっきよりほら、高く飛べてるよ。すごい、これ。どうしたらいいんだろう。ん？あ、わかった！キッコロのとこ行けそう！これ、わかった気がする。わかんないけどね。これほら、キッコロギリギリ届きそう。キュキュ？あ、やっぱ死体の上に乗れてる！ほーら、叩いて！やばいやつだ、キッコロ。やばいやつ。ほら、乗れてるんだよ、死体に。あ、もうちょっとここでお亡くなりにならないと。あー、いったいった！やっぱ人を土台にするんだ！なんてひどいゲームなんだろう。あの、精神的な意味で。ちょっと何言ってるかわかんない。目標犠牲者ってなんだ？ 3 人。あ、なんか今ゲットしたけど、今もう、その奥のキッコロしか見てなかった。クラッシュみたい！ね、下にいるよ、キッコロ。キッコロ大好きすぎてやばい。ここで死ぬにはどうしたらいい？あ、死ななくていいんだ。なんかつまんない。え、なんか切ない。あー、学んでいけ、的な？いや、無理でしょ。はい。いけでいけでー。はいはい。はいはい。何すんの、ここで。え？これ何？これ何すんの？え、何のた、あー、ここはセーブポイント的な？で、ここで、から開始することでクリアできるようになるってこと？あ、そっか。あ、わかった、わかった。あ、無理だ。これ、あの、また、削除、これをね、またやんないといけないんだよ。これで、死んで、ここから復活で、わかった、わかった。これで、火炎がなくなった。ちょっと、あの、喋りながらやっちゃったんですけど、火炎が吹いてたんですよね。誰にでもわかるね。シロンとけるってことはね、
白組の皆さんの時バトルアックス質に効く。そう、質で思ったんですけど、歯医者さんってすごいマニアックなとこですよね。歯を人に管理されるってなんかよっぽどひどいと思う。なんか唾液の管理までされるじゃないですか。え、なんかたまたまジャンプしたんだけど。なんやこれは。でもあれだよね、剣山の方しか貼り付けなくない？そんなことない。あ、そっかそっか、それで先進むんだ、あのあそこで。はい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 。ここで死ぬにはどうしたらいい？ここで死にたい。難しい。一旦進んでみる？どうやったらあそこで死ねるんだ、意味不明だ。コロンの、あ、いいのか。これで押して、押してる。止まるのね。そういう。これで、オッケーオッケー。おー！で、死ぬ。これで、あうーって言った。あ、生きてる。なぜ？なぜお前は生きているんだ？なんだこいつは。死んだ。先行ってみる？違う、多分上か。あ、ダメだ！上、キッコロ死亡ルートだ！上赤いやつやん。じゃあ何？あ、なんだ、ここで死ぬためのやつか。え、下、え、やばい。死ねない。殺して。あ、やばい、これ詰んだ。これやばいよ、殺してくれ、殺して、ここで殺して、私を。あ、キッコロに殺されればここで死ねるワンチャンあるかも。さあ、左に落ちて。落ちない。やばい、これ詰んだ疑惑。あ、わかったわかった。これリーさん、リセット効くんじゃない？はい。あ、違う違う違う。これだ。はい、人落として全部、落として全部。これ詰んだよ。これはやばい。待って、ほんとやばい。ここで死ななきゃいけないことがある。お仕事。やばい、これは。これ赤いやつやん。これ赤いやつやで。白は分かりました。見てください、この死体の山を。お亡くなりになった方々、私に先見の目をありがとう。さあ、行ってらっしゃい。見てらっしゃい。行くぜ行くぜ。はーい、勝利の頭突き。ありがとうありがとう、みんな白のためにありがとう。え、どうすんの？無理だ。あ、やった。オクスクロールは関係ないんだ。はぁ、白。すごい。面白い、これ。ゴールもかかってないかーい。できたのも優秀な、できたのも優秀な同僚のおかげです。はい。その通り。はい。ということで、エシロの低堕落がお分かりいただけたでしょうか。このゲームの癒しは本当にキッコロだった。ありがとうございました。本当に面白かったです。なんか。悪い王様もいるもんですね。一言。はい、ということで、こちらも死にゲー。思ったより死にゲーというよりか、死体積みゲーでした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。まだお済みでない方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。PC や一部スマートフォンからご視聴の方は画面のこちらから。その他端末をご利用の方は画面の下にある登録ボタンをクリックしてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。